エルチェクルブデフトボルは、スペインエルチェに、本拠地を置く、サッカークラブ。2021から22シーズンは、リーガイスパニョーラのプリメーラディビシオンに所属している。1923年創設。33,732人収容のエスタディオ、マヌエル・マルティネス・バレーロを、ホームスタジアムとしている1923年、エルチェ市内に、本拠地を置くクラブすべてが合併して、 LJFC が誕生した。同じアリカンテ県のモノバルトの間で行われた初の試合には4から0で勝利し、クレビレンテデポルティーボとの初の公式戦にも2から0で勝利した。1929年に全国選手権が開始されると、1929から30シーズンに初めて参戦して、テルセーラディビシオンに登録され、 1933から34シーズン終了後にセグンダディビシオンに初昇格した。1939から40シーズン終了後にはテルセーラディビシオン降格となったが、1940年にエルチェ CF に名称変更すると、すぐにセグンダディビシオンに復帰。1950年代末にはテルセーラディビシオンから2シーズン続けて昇格し、 初のプリメーラディビシオン昇格を果たした。1958から59シーズン終了後の昇格プレイオフでは CD、テネリフェに3から0で勝利して昇格を決めている。1959から60シーズンの開幕戦ではビセンテ・パウエットがプリメーラでのクラブ初得点を挙げ、1から1で引き分けて初めての勝ち点を獲得。 降格した CA を指すなから勝ち点9差の16、クラブ中10位でシーズンを終えた。ホームのエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロで行われた FC ・バルセロナ戦では、結果的に優勝したクラブ相手に金星を挙げたが、アウェイのエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われた、レアル・マドリード戦では、結果的に2位となったクラブ相手に2から11で、大敗した。 1960から61シーズンは16、クラブ中14位だったが、昇降格プレイオフで CA、セウタを2試合合合計4の1で破って残留を果たした。1963から64シーズンには過去最高位の5位となった。1968から69シーズンのコパーデル、ヘネラリシモでは、ポンテベドラ CF とバレンシア CF を破って、 準決勝に進出。準決勝のレアルソシエダ戦は2試合合計4から4となったが、中立地のマドリードで行われた、プレーオフに2から0で勝利して決勝に進出した。サンティアゴベルナベウで行われた決勝では、アスレティックビルバオに0の1で敗れた。1970から71シーズンは15位となってプリメイラディビションから陥落し、13年ぶりに、 戦いの舞台をセグンダ・ディビシオンに移した。1971から72シーズンは4位で昇格を逃したが、1972から73シーズンは2位でプリメーラ・ディビシオンに昇格した。今度は5シーズンの間プリメーラ・ディビシオンの地位を維持し、1974から75シーズンにはこの期間中最高の8位となった。 1977から78シーズンは18、クラブ中17位で、セグンダ・ディビシオンに降格した。1978から79シーズン以降の9、シーズン中7シーズンで5位以内に入ったが、プリメーラ・ディビシオン昇格を逃し続けた。このうちの1シーズンは3位のクラブと、同価地点でシーズンを終えたが、得失点差で下回って、昇格を逃している。 特に1980から81シーズンに昇格を逃したことはサポーターの心を苦しめた。シーズン最終節を前にして2位に位置し、3位以下のラージョ・バジェカーノとラシン・サンタンデールに勝ち点2差をつけていた。最終節はホームのマヌエル・マルティネス・バレーロで行われるカディス CF 戦であり、引き分けさえすれば他クラブの結果にかかわらず昇格が、 決定するはずだったが、エルチェはこの王一番に敗れた。勝ち点45で5クラブが並んだが、当該クラブ間の成績により、エルチェは昇格を逃した。昇格、優勝昇格1983から84、シーズンは5位に終わったが、1位は、レアルマドリード・カスティジャ、2位は、ビルバオ・アスレティックであり、リザーブチームはプリメーラ・ディビシオンに昇格できないという、 規定が適用されたため、エルチェが昇格の権利を得た。しかし、1960年代や1970年代のような成功をプリメーラで収めることはできず、わずか1シーズンでセグンダディビシオン降格となった。1985から86シーズンもイライラさせられるシーズンが続き、勝ち点1差で昇格を逃した。 1988年には再びプリメーラディビシオンに昇格したが、1988から89シーズンはずっと最下位に低迷し、16位で残留を決めた CD マラガから勝ち点18も離された20位でセグンダディビシオンに降格した。最終節はレアルサラゴサに1の3で敗れたが、この試合でクラブ唯一の得点を挙げたのは、 アルフォンソ・フェルナンデスである。1989から90シーズンから2012から13シーズンまでは常に西軍ダ・ディビシオン以下のカテゴリーで戦った。1960年代や1970年代のような成功を目指して大規模な投資を続けたため、1989年の西軍ダ・ディビシオン降格後には財政問題に悩まされ始めた。 1989から90シーズンは順位表の注意をさまよい、1990から91シーズンは17位でセグンダ・ディビシオン B 降格となった。サンブリーグにまで落ち込むのは1957から58シーズン以来だった。セグンダ・ディビシオン B では毎シーズンのように昇格プレイオフに出場し、その度にプレイオフで敗退した。 1996から97シーズン終了後に、セグンダ・ディビシオン復帰を決め、1997から98シーズンは19位で再びセグンダ・ディビシオン、B 降格となったが、1シーズンで、セグンダ・ディビシオンに返り咲くと、その後は14シーズンの間セグンダ・ディビシオンの地位を保ち続けた。ゆっくりとクラブの名声を回復し、2000年代には、 何度かプリメイラディビシオン昇格争いに加わった。最も昇格に近づいたのは2010から11シーズンであり、昇格プレイオフ1回戦では、レアル・バヤドリードを退けたが、2回戦では、グラナダ CF にアウェーゴール差で敗れた。2012年夏には、フランエスクリバ監督を招兵2012から13シーズン前半戦だけで勝ち点48を挙げ、 4試合を残した39節、試合開始前にプリメーラディビシオン昇格を確定させた。第1節終了後から一度も、首位を明け渡さずに昇格を決めたのは、史上初の快挙だった。2014から15シーズンは13位となり一部、残留だったが、エルチェの税金未払いや、経営透明性の問題があるとして、スペインプロサッカー機構がエルチェの二部降格を命じて、 l ェの2部降格が決まり、18位の s d イバルのリーガ残留が決まった。2016から17シーズンに最終節を残して3部降格が決定した。2017から18シーズンは3部で3位に入り、昇格プレイオフを勝ち抜き2部に復帰。2019から20シーズンは6位で終えた後、昇格プレイオフで、レアルサラゴサ、ジローナ FC を破り、 リーガ復帰を果たした。プリメーラに復帰した2020から21シーズン、南米での指導歴豊富なホルヘアルミロンを新監督に据えた。開幕節のレアルソシエダ戦では3から0と完敗するも、直後の4試合で3勝1分という結果を残し、一時はリーグ11位になった。しかし、その後は、年が明けた2月12日までの16試合連続、 未勝利と苦しい時期が続き、順位も自動降格圏の19位にまで転落した。2月24日、アルミロン監督を成績不振によって解任し、公認には2012年から2015年にもエルチェの監督を務めたフランエスクリバを招集。初戦のエーバル戦で勝利すると、ラスト2節のカディス戦とアスレティックビルバを戦に勝利してなんとかプリメーラ残留を決めた。 最大のライバルは近隣のアリカンテに本拠地を置くエルクレス CF である。アリカンテ県と接するムルシア州最大のクラブであるレアルムルシアにもわずかにライバル意識を抱いている。1932年には現在リザーブチームとなっている CD イリシュターノが設立され、1968から69シーズンと1969から70シーズンの2シーズンを セグンダディビシオンで戦った。1992年にはエルチェ CFB、2006年にはエルチェ CF イリシターノと名を変えて現在に至っている。イリシターノは主にセグンダディビシオン B やテルセーラディビシオンで戦っている。トロフェオフェスタデルチュという名称のカップ戦を主催している。胸部分に緑色の横線が入った白色のシャツ、白色のパンツ、 白色のソックスを着用する。この緑色の王船に由来するフランヒベルデスというニックネームがある。エルチェ氏のエンブレムにも似通ったクラブのエンブレムは、黎明期からほとんど変更されることなく、現在に至っている。エルチェ FC 時代、エルチェ CF 時代中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、 星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。